い、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。4月21日木曜日のマットマネーですけども、いやー、この日またね、株式市場下がった日になりましたよね。初めね、プラスだったんですけども、だけどリバースになって、結局ダウね、350ポイント下がったということで、ダウはマイナス 1.05%。本当ね、日中ね、大した山もなくずーっと下がってきましたよね、これね。で、SP500、マイナス 1.48%。これもずーっと下がって。で、ナスダックが一番下がって、マイナス 2.07%。まあ、だらだらずっと下がるとそういう日だったんですけども。で、俯瞰で見るとね、これね、SPY ですけども。まあ、一回上がってから、どう下がって、おちょっと持ち直すのかっていうのが、まあ、またここのね、元のとこまで戻ってきたと。今そういう感じになってるわけですよね。で、まあね、この日ね、FRB のパウエル議長、ワシントンでのね、IMF 主催のパネル討論会で、5月の FOMC では、0.5 ポイントの金利引き上げ。これ選択肢に入るだろうとズバーっと言ったりね。まあとにかくインフレやっつけなきゃいけないからと、積極的な金融引き締め、これどんどんやっていくよっていうのはまたね、示唆されて、で、それが警戒されてまたね、下がってる面があるわけですけども。まあすべての指数が下がったということで、ジムクレーマーね、今日もまた下落の日になってしまったなと。で、やっぱね、こういう市場でどういう株を持っとけばいいのか、自分ずーっと言ってきただろうと、ほんとジムクレーマーね、去年の11月くらいからずーっと言ってますよね。もうほんとね、ミニにタコができるぐらいですよ。今回もね、改めて言ってるんですけども、実際に物を作って、それを売ることで利益を出して、で、その利益を株主に還元してる企業。これが今の時代っていうのは注目だと。そう、ずーっと言ってきただろうと言ってるんですよね。で、実際に物を作って、これ、すなわち製造業のことだろうと。だからジムクレーマーね、今回自分はね、あんまりね、みんなが焦点を当ててない、アメリカの製造業について言いたいと思うんだと言ってるんですよ。で、この木曜日のような下落の日に、やっぱりね、みんなね、口々に悲観的なことしか言わないようになってる。だけど自分はね、こういう日だからこそ、ポジティブな面にフォーカスしたいと思うんだと。そうすることでね、ここどうやってね、動いていけばいいか。これは見えてくるから。で、そうなんだと。今ね、アメリカの製造業熱いんだと言ってるんですよね。復興してるんだと。アメリカの製造業のルネッサンスへようこそと言ってるんですよ。ジムクレーマーね、だいぶ前にアメリカっていうのは製造業のリーダーシップ、これ失ったんだと。で、確かに自分たちにはね、違う強みあるよと。例えばハリウッドが自分たちにはあるよと。で、あとはね、ソーダとか作るのうまいよと。コカ・コーラとかうまいよと。あと加工食品とかもうまく作れるし、ファストフードとかもいいんだけども。だけどね、製造業っていうことで言うと、ジムクレーマー、まずアメリカっていうのはだいぶ昔にリーダーシップ失って、まずね、ドイツに遅れを取ったし、そしてその後日本にも抜かされて、で、最終的には中国に抜かされたんだって言ってるんですよね。で、自分たちは航空宇宙産業以外のほとんど全ての分野で製造業のリーダーシップ失ってしまったんだと。で、長い間そういう状態だったんだけども、実はそういう時期終わってるんだよねとジムクレーマー言ってるんですよね。今ね、アメリカ製造業での存在感、ほんと取り戻してきてるんだってことなんですよ。一つずつね、それぞれのセクターで、それぞれの大きな業界でアメリカまたね、卓越してきてるってことなんですよ。それぞれのセクターでリーダーシップ取り戻していってるんだと。で、今ね、こういうね、株式市場の状況で、ハイグロースのテクノロジー株とか、これね、ウォール街から嫌われてるよなと。で、そういうね、クラウド株とかの株に注目する代わりに、やっぱりね、工業株とか、製造業に注目することが、今のマーケットで勝者を炙り出すのに、ほんと重要だから。だからね、今回、ジムクレーマー、このマットマネーでは、どういう企業がそれぞれの分野で存在感を取り戻しているのか、それ一つずつ見ていこうじゃないかと、そういう回なんですよね。はい、ところでジムクレーマーね、復興するアメリカの製造業見ていきたいということなんですけども、そのトップバッター、やっぱりこれですよ。まずはテスラだと言ってるんですよね。ジムクレーマーね、アメリカの車会社っていうのはもう長い間ね、ドイツと日本に負けてきたんだと。それがテスラの成長でガラッと変わったんだって言ってるんですよね。テスラっていうのは製造をね、どこにも委託することなく、自分たち自身で世界で最も優れた電気自動車を作って、めちゃくちゃ膨大な利益を上げてるんだと。でね、イーロン・マスクはすでにね、中国とドイツでもテスラをベストな EV 会社にしてる。今ね、テスラがね、ベストな電気自動車会社であることに異論を唱える人はいないだろうと。で、1日前のね、水曜日のイーロン・マスクのカンファレンスコール聞いたかーって言ってるんですよね。で、そうなんですよね、テスラね、水曜日に決算あって、いやー、素晴らしかったですよね。純利益なんかね、前年同期比のね、7.6 倍ですよ。33億ドルですよ。で、これがね、まだまだサプライチェーン問題とかに苦しんでる中でこの数字ですから。で、販売台数も31万台超と、
68% 伸ばしたんですよね。で、イーロン・マスクね、カンファレンスコールでは、サプライチェーンが滞らなければ、もっともっと伸ばせたのにと言ってるんですよ。ジム・クレイマーね、まさに今なんだと、テスラね、ますますビジネスを加速してるんだって言ってるんですよね。で、どこの会社よりも優れた EV をローコストで、しかも自動運転システムの見通しも最もね、他の会社に比べても明るいとされてる。イーロン・マスクのおかげでアメリカっていう国は車製造において日の当たる場所にね、再び躍り出たんだと言ってるんですよ。で、テスラやっぱりね、今回の決算も素晴らしかったから、この木曜日ね、株式市場全体が下落してるのに株価はプラス 3.23% 上がったんだと、素晴らしいよなってことなんですよね。で、株価ね、もうちょっと俯瞰で見るとこんな感じで、まあ大きな陰線ですけども、株価上がってると1000ドルより上をね、堅持してるってことですよね。ジム・クレイマー、アメリカの製造業、まず第一に言いたかったのはこのテスラだと。はい、じゃあ次に何を見ようかということなんですけども、ジム・クレイマー、次にスティール会社見ていこうじゃないかと。鉄鋼ですよね、スティールですよ。でね、かつてアメリカっていうのはスティールの分野でリーダーだったんだと言ってるんですよね。だけど第二次世界大戦後にまず日本の2つの会社に追い抜かれて、そしてブラジルが来て、ロシアが来て、インドが来て、中国が来て、そして韓国も上がってきたんだと言ってるんですよ。で、アメリカね、そうナンバーワンっていう感じじゃなくなってたんだけども、だけどね、トランプ前大統領の時代に自分たちのスティールメーカー奇跡的なカムバックを果たして、で、特にこれだよなと言ってるのがニューコアなんですよね。ニューコアがもはやね、アメリカのリーダーであるだけでなく、その品質と価格で世界のリーダーになってるんだと言ってるんですよ。で、かつてね、例えばね、中国のスティールメーカーとかは中国政府のジョブプログラムの一環として採算度外視でね、どんどんやってたりしたんだけども、それも状況が変わって、今ニューコアその規模と品質ともに本当リーダーになってる。で、この木曜日ね、ニューコアの決算あったけど素晴らしかったよなと言ってるんですよ。売上も EPS も予想 B としてここまで大きく上がってるにもかかわらず 3.75% さらに上がったんだと言ってるんですよね。で、そうなんですよね、ニューコアね、株価すごいですよね、どう上がってますよ。で、この日の決算も良かったから、ここまで上がってるにもかかわらずさらに 3.75% 飛んだってことなんですよね。ジム・クレイマー、アメリカの製造業の復興、2つ目言いたかったのはニューコアだと。はい、じゃあ3つ目なんだけども、化学会社はどうかって言ってるんですよね。ケミカルカンパニーはどうなのか。でね、第二次世界大戦後、アメリカっていう国は短期間だけども、この化学セクターでキングだったんだと言ってるんですよね。だけどそこで、例えばドイツのね、バイエルとか、あとは BASF とかね、こういうケミカルカンパニーが盛り上がってきた後はね、アメリカの化学会社、ハードな時を過ごしたんだと。だけど今ね、その状況も逆転してきてるんだって言ってるんですよね。こうバイエルに関しては、こうアメリカの企業のね、モンサントっていう農薬とかやってる企業ね、2018年に買収したんですけども、で、そっからね、いろんな裁判で苦しんでるんですよね。で、例えば、そのモンサントのね、主力商品だったラウンドアップっていう除草剤あるんですけども、これ発がん性があるんじゃないかということで訴えられて、で、例えばね、カリフォルニア州とかでもめちゃくちゃ高額の賠償金の支払い、これ命じられたりしてて、ジム・クレイマーね、バイエルはモンサント買収した後ね、訴訟に苦しんでるよなと。で、あとこっちのね、 BASF の方なんだけども、今まさにね、ロシアとウクライナの戦争でロシアの天然ガスが人質を取られた状態になってる。そこで出てきてるのが自分たちのダウだって言ってるんですよね。ダウケミカルだと。自分たちのダウは今まさにね、コモディティケミカルのリーダーになってるんだと言ってるんですよね。で、アメリカが天然資源が豊富なおかげもあって、この木曜日の決算も素晴らしかったよと言ってるんですよ。で、そうなんですよね、この日の決算、売上も EPS もね、大きくビートしたんですよね、両方とも。で、株価も上がってるんだと。復興してるよってことなんですよね。またリーダーの位置に駆け上がってるよと。で、ダウの株価ね、こうなってて、まあ、ここまでグググって来てましたけども、この日の決算でさらにトーンって飛んだと、プラス 2.92% ってことだったんですよね。で、アメリカ製造業の勃興、3つ目としてダウケミカル上げてるんですよ。はい、じゃあ次にとジムクレイマー、石油はどうなのかって言ってるんですよ。アメリカっていうのはかつてね、石油産業で帝国を築いたんだと。もうこのスタンダードオイルの時代からって言ってるんですよね。だけどと、時代は移り変わって回り回ってね、喜び悲しみ繰り返して、ジムクレイマー、やがてオペックができて、そしてオペックプラスができて、これまたね、事態ガラッと変わったんだって言ってるんですよね。で、アメリカの天下だけでもなくなってきたんだけども、そこで出てきたのがこれだと言ってるのが、シェールガスのフラッキング革命だってことなんですよね。フラッキングですよ。
水圧破砕砲ですよね。シェールとか取るときに、その地下のね、岩体とかに、超高圧のね、まあ、いろんなものが混ざった水をね、噴射して、亀裂生じさせて、シェールガス取ると。このフラッキングエボリューションで、またアメリカね、存在感取り戻したんだと。ここ10年間でアメリカの石油採掘量2倍になってるし、天然ガス分野はもはや誰にも負けてないんだと言ってるんですよね。で、天然ガス会社、ほんと長い年月をかけて、天然ガスの輸出のインフラっていうのを整えて、今まさにアメリカっていうのは膨大な天然ガスをね、海外へ輸出してるんだと。で、自分たち、どんどんこれをね、これからも推し進めて、下手したらヨーロッパの各国のロシア依存っていうのも大きく避けることができるかもしれない。そういう状況だから今ね、やっぱアメリカの石油ガス業界、世界一なんだと言ってるんですよ。自分たちに対抗できる国、すごく少ないんだと。で、企業といえばやっぱりね、エキソンモービルとか、いやーいいですよね。で、あとは本当ね、王道のね、シェブロンとかと言ってて、いやーいいですよね。で、ジムクレイはね、この日ね、石油株結構下がってて、で、例えばシェブロンとかもね、マイナス 4.61% 大きく下がってるんですけども、しめしめって言ってるんですよね。石油株もっと買いたいんだと今、長期目線で考えた時に、今の株価下落、常に買い場なんだと言ってるんですよね。で、ジムクレイのファンドね、もうシェブロン持ってるんですけども、できれば早く150ドル台まで落ちてくれないかなと言ってるんですよね。そしたらどんどん買ってくのにと、そう思ってるところだと言ってるんですよ。アメリカの製造業の復興、支えてるのはこのね、世界一の石油ガス業界だと。はい、で、さらに言ってるのは、これはね、ずっと世界一だったんだけどと、ジムクレイはね、航空宇宙部門だと言ってるんですよ。ただね、このね、航空宇宙部門、あのひどいね、ボーイングの 737MAX の墜落事故以来、冴えないことになってるんだけども、だけどボーイング以外のね、航空宇宙会社、実際いいパフォーマンス誇ってるんだと言ってるんですよね。航空宇宙会社、冴えないこともあるんだけども、だからといってね、例えばレーセオンとか GE とか、こういう企業が道をね、見失ってるわけじゃないんだと。レーセオンも GE も世界で一番のジェットエンジン、これ作ってるんだからと、そういうことなんですよね。アメリカがこの分野の覇権を持ってるってことは誰も異を唱えないだろうと。で、 GE ね、まあ、株価冴えないですけども、で、あとはね、レーセオン、これ戦争もあってね、上がってきましたけども、ただこの日ね、大きく下がってますけども、まあ、GE とかレーセオン、まだまだ素晴らしい仕事してるんだと。で、ちなみにやっぱりね、自分のファンドはこれ持ってるんだよなと言ってるのがボーイングなんですよね。ジム・クレイマー、ボーイングね、カムバックしてほしいよと言ってるんですよ。まあ、ただ今ね、この株まだペナルティーボックスにいるんだと。航空機への需要っていうのはめちゃくちゃ強いから、だからね、 FAA の承認とか出たりして復活してほしいと思ってるんだよなと言ってるんですよね。はい、引き続きアメリカの製造業ということで言えばと、機械セクターはどうだって言ってるんですよ。建設機器とか農業機器とか、そういう機器セクターはどうだと。で、やっぱね、この分野といえばこれだよなと言ってるのはキャタピラーなんですけども、キャタピラーっていうのはかつてね、経済の不振と運命を共にしてたんだと。経済が浮けばキャタピラーもいいし、経済が沈めばキャタピラーダメだと、ずっとそうだったんだけども、その状況変わってきてると思うよと言ってるんですよね。より規律を持った経営をしててキャタピラー、それね、新しい今キャタピラーがアジアのね、ライバル会社たちを凌駕してきてると思うんだって言ってるんですよ。で、株価ね、こうなってますけども、まあ一時期下がってたんですけど、今はぐー上がってますよね。で、さらにと、農業機器はディア、この会社はもうそのリーダーシップ初めから全然失ってないよと。ずーっとリーダーだよと。で、ジムクレイマーね、自分はキャタピラーもディアーも建設機器とかね、農業機器の分野でこれからもリーダーシップを発揮し続けると思うよと。今ウクライナで起こってることは悲劇なんだけども、でももしかしたら自分が生きてきた中で最もね、農業ビジネスを熱くさせるものに今なってるから、これからも期待してるよってことなんですよね。はい、で、ジムクレイマーね、ここまでね、いろんな製造業の一つ一つの分野のリーダーシップ企業っていうのを見てきたわけだけども、もうセクターによってはね、アメリカ、リーダーの位置全然譲り渡してないんだと。例えば、食料飲料会社とか、パッケージドフードの会社とか、あと一般消費財の会社とかなって言ってるんですよね。で、例えば、ジョンソン&ジョンソンとか、プロクター&ギャンブル、こういう会社ね、強さを保ち続けてるんだって言ってるんですよ。で、ジョンソン&ジョンソン、いやーいいですよね、株価ね。プロクター&ギャンブル、ジムクレイマーね、この会社に関しては、ユニリーバーの後陣を今ね、排してはいるんだけども、だけどアグレッシブにいってるよって言ってるんですよね。で、1日前のね、水曜日の決算のね、カンファレンスコール聞いたら、マーケットシェアどんどん広げてることがわかるだろうと言ってるんですよ。で、そうなんですよね。水曜日の決算良かったんですよね。売上も EPS もね、大きくビートして。だから株価ね、さらにトーンと飛んでるわけですよね。
で、まあ一方で、やっぱり今という時代ね、ソフトウェア会社とか厳しいんだけども、自分は別にね、ソフトウェア会社とか、軽視したいわけじゃなくて、アメリカはね、ソフトウェアの分野でもね、リーダーとして、すごくよくやってると思うんだけども、だけど、やっぱりね、ソフトウェア会社っていうのは今ね、自分がずっと言ってきてる、実際に物を作って、それを売って利益を出して、それを株主に還元してる会社という、そういうクライテリアには当てはまらないんだと言ってるんですよね。で、物を作るという意味で言えば、半導体とか、半導体製造装置。これも物を作ってるよなと言ってて、まあこのね、半導体とかに関しては、例えばこの企業、自分のお気に入りなんだと、半導体製造装置のラムリサーチ。まあ株価はひどいですけども、こういう会社ね、実際に物を作ってるから。ただやっぱりね、半導体を作ってる会社っていう意味で言えば、この会社が強いからなと言ってるのが台湾セミコンダクターなんですよね。まあ今半導体ね、ずっと落ちてますけども、台湾セミほんと強いから。で、半導体においては自分たちね、製造をアメリカに取り戻さないといけない。他の国に依存すると、それはね、やっぱね、国家的なセキュリティリスクだから。で、幸運にもね、今自分たちの政府、多くのお金を国内の半導体製造につぎ込んでるから、将来的にどうにかなることを願ってるよとジムクラムは言ってるんですよね。だから今下手したらね、この台湾セミコンダクター、TSMC っていうのは、世界中で下手したら最も大事な会社の一つだから、こう台湾大丈夫かなと、そういうことですよね。はい、ということでジムクラムはね、今まで見てきたけども、今アメリカの製造業のルネッサンス、これね、花開いてるんだと言ってるんですよ。物を作って利益を出して、で、その利益を投資家に還元してる会社に投資するのが今本当に大事で、今は本当にまさにドンピシャのそういう時期で、これまでずっと言ってきただろうと。で、じゃあ何の会社に投資すべきか、やっぱね、そのリーダーシップ企業、これに投資すべきだろうと。で、そのリーダーシップ企業に投資したければ、アメリカの製造業の会社、これ以外もう見なくていいんだと。今またね、世界一にどんどんね、返り咲いてるとこもあるから、利益を出してない、もしくはバリエーションがバカ高いグロース株、これはどんどんやられてる今ね、注目すべき株はこういう株なんだと。今回12銘柄言っただろうと、こういうとこに堅実にお金入れていこうじゃないかと、そういうことだったんですよね。で、最後に12銘柄改めて言っとくと、テスラ、ニューコア、ダウ、シェブロン、エクソンモービル、GE、レーセオン、キャタピラー、ディア、ジョンソン&ジョンソン、P&G、ラムリサーチと、そういうことだったんですよね。いやー、どれもいいですよね。なんか鉄板のような感じしますよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずオプティマイザー RX はあかんでということで、これね、お医者さんとかね、医療スタッフとか、あと患者さんが薬品サンプルとかね、割引券とか、そういうことが探すことができるシステムの会社なんですよ。薬局ネットワークの検索とかもできるし、臨床メッセージサービスとかもやってる会社なんですけども、まあこの会社ジムクレーマー、ただ一言ね、ダメだよと。まあ典型的にね、金融引き締めするぞってなってから下がってる会社ですけども、これ買うんじゃないよと言ってるんですよね。はい、次、アメリカンエアラインズは好きやでということで、これね、航空会社ジムクレーマーね、いい決算だったよと言ってるんですよ。で、そうなんですよね、アメリカン、この日ね、木曜日に決算発表あって、売上も EPS もね、B として、すごい良かったんですよね。で、株価ね、トーンって飛んでるわけですよ。プラス 3.80%。 いやー、この前のね、デルタ航空の決算も良かったし、航空会社今来てますよね。で、アメリカン好きだよと。で、ジムクレーマーね、決算っていう意味で言えばこっちの方がより良かったかもしれないよと言ってるのがユナイテッドなんですよ。ユナイテッドも決算良かったよと。で、これそうなんですよね、水曜日の決算発表って、で、その次の日の木曜日、これもトーンとね、プラス 9.31% 飛んでるんですよ。アメリカもユナイテッドも両方好きだよと言ってるんですよね。はい、次、ジムインテグレーティッドシッピングサービスはあかんでということで、これね、イスラエルの海運会社なんですけども、まあ、コンテナ輸送とかね、物流サービスとかやってるんですけども、ジムクレーマーね、こういう株っていうのは一方通行の株だって言ってるんですよね。下がるときはもう下がるから逃げないといけないと。で、今まさに逃げるフェーズに入ってるからダメだよと言ってるんですよね。はい、次、ソーファイテクノロジーズはということで、いやー、ソーファイね、僕ね、ほんとね、持ち続けてるんですけども、ほんとね、鬼物児なんですけども。じゃあ、ジムクレーマーね、ソーファイに関しては CEO のね、アンソニー・ノートとか、こうやる男だからってね、進めてたんですけども、ただちょっとね、ニュアンスが今回変わってるんですよ。この会社の問題っていうのは、やっぱ学生ローンにあると。でね、この会社そもそも、
学生ローンを助ける方法として設立されたんだけども、そのメジャーなところがね、もしかしたら苦しくなるんだよなと言ってるんですよね。でどういうことかっていうと、例えばね、今月の初めとかでもバイデン政権がね、まあ、COVID 中ね、学生ローンの返済これね一時停止してたんですよ。ちょ、学生苦しいからね、 COVID 中も返せって言ったらいろんな人がデフォルトするかもしれないからと。でちなみに今ね、アメリカの学生ローンの債務者4100万人もいるんですよ。で僕もね、今ね子供2人いて、いずれ大学行くと思うんでね、すごい当事者として見てるんですけども、今ね学生ローンの債務残高1兆6000億ドルですよ。いやー、ほんとすごいですよね。非住宅ローンの債務としては最大の額なんですけども、で COVID 中ね、学生ローン返済免除するよって言ってて、でどんどんね、それが延長されてて、で今回もね5月1日がね期限だったんですよ。5月1日過ぎたら学生ローン返し始めてくださいねっていうのを、いややっぱまだダメだと、これ無理やり返せって言ったら750万人の学生がデフォルトするかもしれないってなって、一応ね学生ローンの返済のね一時停止措置を今年の8月31日まで、まあ、3ヶ月間延長すると。でもねこれね8月になってて状況ねあんま変わんないんだろうと、そうやって言われてて、これどうすんのかなってなってるんですよ今ね。でね11月の中間選挙があって、この政治的にもね学生ローンの返済これ大きな注目マターになってるんですよ。でこれどうなるのかなってことなんですけども、まあ下手したら返済ね一時待ってあげるよっていうことだけじゃなくて、少しずつね本当に貧しい人にはもう返済免除しようみたいな、そういう動きが出てきてるんですよね。でこういうのはどんどん行くと、こう学生ローンがねどんどん減っていくと、それは学生ローンに苦しむ人にはすごくいいことなんですけども、ただしソーファイのビジネスにとっては良くないことだから。だからジムクレイマね、こういう風になってくるとこのソーファイの株とか進めることがねだんだん難しくなってくるよなと言ってるんですよね。はい、次、ソリッドパワーはあかんでということで、いやーこれスパックですよね。ここねずーっと10ドルで、これバッテリーの会社なんですよね。固体電池やってる会社なんですけども、ジムクレイマー今ねエネルギーストレージの状況これハードだと、この株今もしたくないよと言ってるんですよね。はい、で最後なんですけども、マーベルテクノロジーはということで、これ半導体株でジムクレイマーファンドを持ってるんですけども、これね他の半導体株とともに大きく下がってきてるけども、これは下がるべき株じゃないよと、ジムクレイマーね売るんじゃないよと言ってるんですよね。自分のファンドね一回ね利確したんだけど部分的に、今それをね買い戻そうとしてるんだと、いいと思うよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画、何があったかっていうと、今持つべき株の4要素と、まあ、これはね繰り返し言われてることですけども、この4つの要素がある株を持てと。であとはね1個前の限定動画にありましたけども、今グロース株っていうのはリーズナブルなバリエーションのガープ株を持たなければいけない、そのガープの工業株編、この5銘柄がいいよと。であとはねラリー・ウィリアムズのチャート解析ですよ。何月何日までにインフレ下手したらピークつけたり、あれ株価ここまで上昇するよと、そういうのがあるんでね。あともろもろやりますんで、興味がある方はぜひメンバー登録どうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、ジムクレイマーね、もしあなたがリーダーシップ企業に投資したくて、そして実際に物を作ってそれを売って利益を出して、でその利益を株主に還元している会社に投資したければ、グレートなアメリカの製造会社、もうこれ以外は見る必要がないよと言ってるのがこれです。If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. はい、そうですよね。If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. 長男、次男、どうぞ。If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholders,Look no further than our great American manufacturers. お小遣いで買ったけど買わなくてよかったなって思うものは？ヘアバンド。If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. お小遣いで買ったけどこれ買わなくてもよかったなって思うものは？Five Below で買ったやつ。If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Look no further than ですよ。Look no further than。で、まあね、これ直訳すると、
見ろと、何々より向こうはノーだと、要は何々より向こうは見なくていいと、そういうことなんですけども、これはその名の通り Look no further than っていうのは何々以外は探さなくていいよと、これ意外によく使うね言い回しなんですよね。で例えば Are you thinking of preparing a beautiful flower for your special event? Well, look no further than なんとか flower shop。 あなたの特別なイベントのために美しい花を用意しようと思ってる？もしそうだったら何々フラワーショップ以外見る必要ないよと。 Look no further than 何々以外は見る必要ないよということで、何々フラワーショップで決定だよってことですよね。でこれね、普通だったらここ NO なんですけども、否定形から入ったら ANY になるんですよ。で例えば You don't have to look any further than this article to understand this。 これを理解するにはこの記事以外はあなたは見る必要ないよと、この記事読んどきゃいいよと、決定版だよってことですよね。でこういう風に NOT がここに入ってると LOOKAny further than になるんですよね。これ結構よく聞くね、使い回しなんですよ。僕ね、あんまり自分では使わないですけども、でもね、よく聞くといえばよく聞くと。ということで、ジム・クレーマーね、もしあなたがリーダーシップ企業が欲しければ、そしてもしあなたが物を作って、それを売って利益を得て、で、その利益を株主に返してるような会社、これが欲しければ、我々の素晴らしいアメリカの製造業の会社、これ以外を見る必要はないよと。それだけね注目して、そういうリーダーシップ企業を買っときゃいいよと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at a profit while returning capital to shareholdersLook no further than our great American manufacturers. お小遣いで買ったけど買わなくてよかったなって思うものは？ヘアバンド。ヘアバンド？うん。なんでサッカーの試合の時使ってるじゃん。使ってるけど使わなくなったじゃん。また使うじゃん。試合出れなくなった。今だけじゃん。でなんか正直なんか正直に言ってなんかお小遣いでなんか使うことがなんか最初そんなない、ね。ああもういるもんがないのね。いるもんがないっていうか。浸れてるのね。なんか欲しくてもなんか。あまあやっぱまあお金まあキープしとこうって思うことがいっぱいある。おおいいじゃん、キープしてよ。だけどなんか唯一なんか買って、うん、使わなくなったものがヘッドバンド。それだから今あれでしょ、サッカーの試合出れないからね、足がまだ治ってないから使えないだけで、別にサッカーやってたら使ってるでしょ多分、うん、っていうかさ、うん、髪長すぎなんだよ。そう、もっと切りなよ。すんごい嫌がるでしょ髪切るの。お母さんほんとずっとブーブー言ってる。長男くんが髪切らないって言ってるけど、うん、なんか自分がなんか短い髪、うん、なんか姿、うん、好きじゃないんだよね。そう、うん、いいじゃん、もう丸坊主にしなよ。丸坊主に、丸坊主のなんか見た目がなんか好きじゃないの。なるほどね。ちなみにあれでしょ、長男くん今中学生でしょ、うん、お父さんね中学生の時ね丸坊主だったんだよ。丸坊主ってもう完全に、そう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 、それってなんか普通だったの。普通というかね、信じらんないかもしれないけども、何校則っていうやつがあって、学校の規則で男子は全員丸刈りだったんだよ。そうなん。そうだよ、びっくりする、ずるびっくりするよね。ずるい、ずるいじゃないよ、ずるいじゃないよ、ずるいじゃない、ずるいじゃない。今の僕の学校ってさ、髪染める子とかいるから。いやいや、そりゃそうでしょ、めちゃくちゃいっぱいいるじゃん髪。そもそも染めるも何もね、全員いろんな色の髪だし、うん、ね、サッカーのさ試合とかやってても紫のやつとかいるよ ね。まあ自由でね。なんかお父さん丸刈りだった。丸刈りだったの。それってなんかルールだったの。ルールだった。もし丸刈りしなかったらどうなったの。そんなやついなかった。あ、そう。たまに3年に1回ぐらいいるんじゃないかな、こんな校則おかしいやつ。でももう違うんだよ、いつの頃からかなくなったんだけど。うん、お父さんの時まだそうだったんだよね。そうだったんだ。そうそう、だから中学校1年生になるね、その入学式の前に、うん、もうみんなさ、もう近所の子がいる散髪屋のねおばさんのとこで、うん、バリカンでバーって髪をもらうっていう。それって嫌じゃなかったの。まあそんなもんかとねお父さん思ってたけど、ね、あ、だってみんなやってるし、それがデフォルトなの。ずっと、うん、もうそういう、むしろそのバリカン入れることが中学生のほら成長の証みたいになってたよね。
僕は長い髪がデフォルトだから。いやいや、いや別にいいんだけど、別にある程度はいいんだけど、でもちょっとは切りなよ。なんちょっと切ったでしょ前。まあちょっと切ったけど、うん、なんでそんな長いのがいいの？なんか短いの嫌なんだよね。なんでよ。暑いじゃん長いと。そう？うん、僕まあ最初なんかお父さんはもう暑くてイライラしてくる。そう、髪伸びてきたら暑い暑い暑いってどういう感じ？いやもう暑いんだよ。そうなんだいやそうなんだ。へえ、僕はなんか分かんないな。でもお父さんは大学生の時長かったんだ。うん、今の長男くんぐらいだった。だから長すぎでしょ。そう、そうそうそう、もっとバッサリいかないと。なあ、なんか嫌なんだよなまあでもそんだけ長かったらヘアバンド使うからさ別に、うん、ね、そうね、買わなければよかったもんじゃないよね別にね。そうだね。だけどなんか唯一なんか買って使わなくなったものはヘアバンドか。いやだからさいやだ、それ以外はまた戻るけど、それ以外はなんか一時的だからどうせそれ使わなくなったものじゃないじゃん。それ以外はなんか全部なんか買ったら使うものなんだよね。ああそれはよかったね。それは有効に使ってよかったね。動物園行った時あのパーカー買ったじゃん、ジャケット。ああ買ったね。あれもあの、このあれお小遣いで買ったもんね。そうそうそう、ちゃんと着てるあれ。あのこの3日間で、うん、あの2回着た。あそうあどんどん着てくださいねしかもあハムちゃんもお小遣いだし全部。そうだね、まあ、ハムちゃん使うじゃないな。まあそうだね、ハムちゃんは。そうだね、ハムちゃんはペットだから、うん、そうだね。うん、 If you want leadership, if you want companies that make things and sell them at profit while returning capital to shareholders, look no further than our great American manufacturers. お小遣いで買ったけどこれ買わなくてもよかったなって思うものは？Five Below で買ったやつ。Five Below で買ったやつ？うん。その中で何？これ買わなくてよかったなって思うやつ。なんかあのテーブルゲーム。あーテーブルゲームみたいなの？うん。期待外れだった？うん。つまんなかった？うん。買わなくてよかった？うん。あれはあのこの前動物園行った時買ってたあの怠け者のぬいぐるみは？いる。あれはいる？あれ買ってよかった？うん。ああお母さんがほら長男くんと次男くん全然違うって言ってたから。うん。長男くんは意外にお金使うの慎重で結構お金貯めとくタイプだけど、次男くんは結構ガンガンアグレッシブに使うって言ってたよ。うん。怠け者よかった？うん。お金使うの楽しい？うん。いいね。バイバイ。